ロゴマーク見てもらうと森じゃなくて木の芽なんですよ。で、一個一個子どもたちってそういう木の芽っていうか、こう芽を出しそうかなっていうふうな存在だと思うんですね。で、そういった芽がこう徐々に大きくなっていって、いつか大きな森になればいいなっていう、そういう願い込めてこのマークで学びの森っていうふうにしています。はい。で、最初は仮設住宅の中だけだったんですけども、そのうちじゃあ中3受験大変だから手伝おうよみたいなことで、その頃にはもう学校の先生方も心よく受け入れてくださる状態だった。震災前から持っていた問題点で、都市部と郡部の子どもたちのその学力の格差、あとはその教育機会のチャンスの格差っていうのがものすごいものがありまして、今田舎で暮らしている子たちっていうのはゆったりとは暮らせるんだけども、高校から大学に進む時のチャンスっていうのはものすごく狭まれてしまう。で、少しでもその何でしょう、都市部と郡部のその教育界の格差っていうものをこうなんとかギャップを埋めていきたいなっていうような考えがあって、自分のことだけ周りのことだけっていう捉え方からもう少し広いことをやれるかなっていう、やりたいなっていうような気持ちはあります。実際に足を運んで見ていただけるっていうのがすごく嬉しいんですね。で、見ていただいた上で、いやここはちょっとうちとは違う、うちの考えとは違うから今回は申し訳ないけどもっていうケースもありましたし、逆に見ていただいたら分かった、じゃあ応援しますよっていうふうなこともあったんですね。見ていただけるのがありがたいかな。で、いろいろ指摘してもらうのがすごく、こちらとしても次に進めるかなと思うんで、そういうふうなことがあるとありがたいですね。正直なところいくと、いけなくてごめんなさいっていうのが本当の気持ちなんですね。自分たちの力っていうのは限界があるんで、山本までしか出ていけなかったっていうのがあります。で、あと本当は渡り名取とかっていうふうな地域でもたくさん困ってる子たちはいると思うんですけど、大変だったら連絡ちょうだい、なんとかするから